皆さんこんにちは、まほです。今回ミス ID のグランプリになったことは実は今でも夢を見てるような気持ちです。あれからたくさんの人からコメントをもらいました。特に私と同じ香港で頑張ってるアイドルたちです。彼女たちは私がグランプリになったことに自信とパワーをもたらされ頑張って続けようと思ったそうです。1年前に勇気を出してオーディションにエントリーしてよかったと再度感じました。卒業式の日を思い出すと本当にすごく気まずかった。だってグランプリになることは全く考えてないから。当時はすっかりバカみたいになってバカな話をたくさん言ってしまった。穴を掘って入りたいくらい。でも皆さんが嬉しく笑ってくれたからそれはそれでいいか。そして多くのメディアに報道されたせいか父は月の日今回のことをニュースで知りました。父に心配させたくないので実はアイドルをやってることを教えていませんでした。理由は香港ではほとんどの人がアイドルをちゃんとした仕事じゃない、ただ有名になりたいだけの意味がない遊びだと思っていて、私たちにとってアイドルがどれだけ大切なのか知ろうともしないからです。でも父は知った後に何も言わず、ただ弟にこれ本当に俺の娘なの?と繰り返して確認しまくった。そしてこっそり私の SNS もフォローして東郷を全部シェアした。相当誇らしいと思うでしょね。ちゃんと感謝の気持ちを伝えたかったな。私は本当に今住んでいるこの町が大好きです。ここの食べ物、努力している人も全部好き。こんな素直で自由な町が大好き。みんなにもここの美しさを見せてあげたい。この時代に生まれてよかったと思ってもいいかわからないけど、少なくともこの町の一番綺麗な時を見た。そして共に変化を迎えました。この世界もずっと変化をしているよね。たとえ世界がどうなってもみんなには希望を見失わないでほしい。コロナ自体には何もできませんが、きちんと健康第一で今回を乗り越えたらきっとどんな困難にも負けないだろう。頑張ってね。最後にはもう一度審査員全員に感謝の気持ちを伝えたい。みんなを喜ばせることは私にとって一番幸せなことです。これからもアイドルとして頑張り続けます。他にもテレビも出たい、モテるにもなりたい、役者もいいかも、バラエティは得意ですよ。香港女子の直球のような熱情を日本のみんなにも感じさせたい。私の美しさと熱情に驚かされないでね。ではまたねー。